こんにちは、ブンでございます。皆さん、見えないちょめちょめを覗いてみたいと思ったことはありませんか？今日はですね、そんな願いを叶えてくれるこんな商品を紹介してみたいと思います。デュアルカメラ搭載液晶モニター付き内視鏡カメラでございます。2017年11月にですね、スマホやタブレットに Wi-Fi でつないで使う内視鏡カメラを紹介したことがあります。これなんですけどね、他社製のものなんですけど、これを初めて手にした時もね、ワクワクしたんですけど、これはね、それをはるかに上回るワクワク感を感じさせてくれる商品でした。後でね、実際に見えないちょめちょめを覗いてみますね。でございます。はい、それでは実際に操作しながら特徴を見ていきましょう。長押し、はい、これは前方のカメラですね。このボタンを押してね、遠隔操作で前方と側面のカメラを切り替えることができます。はい、側面、はい、側面です。前方もうタイムラグはありますけどね。この手の内視鏡カメラってね、このようにね、前方しか見えないものばかりなんですけど、こうやってね、横が見えるっていうのは画期的ですね。ただね、こっちは見えるんですけどね、反対側は見えないので、見たい方向がね、逆だった場合は、手動で回転させてやらないといけませんけどね。まあ、機械的に回転させられるとなおいいんですけど、まあ、それやるとね、まあ、10万、20万、30万とね、価格が跳ね上がりそうなんで、一般向け商品としては難しいかもしれませんね。そしてそれぞれのカメラには3段階で明るさを調整できる LED ライトも搭載しています。ここですね。ポンポンポン、ポンポンポンと3段階ですね。これカメラ切り替えて、はい、サイドカメラもね、こうやってね、3段階調整できます。ちなみにね、ここにも LED ライトがついてますよ。これね、例えばね、車のエンジンルームの奥とかをね、照らしながらね、内視鏡カメラが使えるってことですね。頑丈なフレキシブルケーブル、これね、蛇腹とかね、フレキとか言いますけどね、これ見た目とね、触った感触からね、一般的な内視鏡カメラのケーブルと比べたらね、こう引っ張り強度がね、強そうな印象を受けます。やっぱり精密機器ですからね、こういう古い方のカメラのこの、こういうね、ポリ塩化ビニール製の、普通のケーブルではね、狭いところにカメラ突っ込んで、途中でね、引っかかったりして、クソ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 ってね、無理やり押したり引いたりしてるとね、この微妙に伸び縮みするからね、ケーブル内部がね、接触不良したり、断線する可能性があるんですよね。まあ、これはね、まあ、強く引っ張ってもね、断線とかしなさそう。見た目からしてね、これ高そうなケーブルやもんね。ちなみにケーブルはこう電源を落としてね、こうやって外すことができますよ。よいしょ、こんな感じね。防水仕様、この商品は、カメラも本体も防水仕様です。カメラにおいては、スペック通りなら水中カメラとしても使用可能です。防水性能はカメラは IP67 防水、本体は IP64 防水です。説明しよう。 IP 規格とは JIS 日本産業規格でも採用されている機械や電気製品などを対象とした粉塵などの外来固形物や液体の侵入保護構造を表す規格である。 IP 規格の表示は左がホコリ等の侵入に対する度合い0から6までの数字、右が水の侵入に対する度合い0から8までの数字で表される。この内視鏡カメラの本体の仕様は IP64 防水。カメラは IP67 防水です。ということで本体もカメラも粉塵等の侵入は、最高レベル6。粉塵が内部に侵入しないという仕様になっています。水に対しては、本体が4。いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。つまり水がかかった程度では壊れない。拭き取れば大丈夫ということです。カメラの方ですね。
7、規定の圧力、時間で水中に浸死しても有害な影響を受けないということで、深海とか長時間じゃなければ、水中カメラとして使用できる防水性能ということですね。ちなみに JIS は2019年7月1日の法改正で日本工業規格から日本産業規格に名称が変わりました。皆さんご存知でしたか？この名称は日本人の一般常識と言ってもいい知識なので、皆さん記憶を書き換えておいてくださいね。JIS は日本工業規格から日本産業規格に変わりました。回転できるカメラ、このボタンでね、上下左右回転できます。まあ物理的にね、カメラが回ってるんじゃなくて見やすいようにモニター側の映像をデジタル処理で回転させています。写真と動画の保存、画素数は100万画素、写真の解像度は HD ハイビジョンの 720p で保存、動画はですね、設定で HD720p とフル HD1080p を切り替えて録画できます。ただどっちの設定でね録画しても液晶モニター側の映像は撮る説には、これね 1280×720pixel で書いてます。5インチなんで 720p で十分でしょう。ちなみに録画ボタンはこれですね。これは撮影ですね。はい、カメラ撮影して、モードで切り替えて、動画ですね。はい、で録画されています。そして、動画撮影中は音声も録音可能です。ただマイクはね、本体側、こうか、ここ。ここにありますので、カメラ先端のね、音は拾えません。音声もね、設定で録音する、しないを選択できます。データ保存形式。写真が JPEG、動画は AVI で保存されます。AVI でもね、変換ソフトを使えば MP4 などに変換できるので、特に問題はないでしょう。SD メモリーカードスロット。本体のね、ここに、最大 64GB 対応のメモリースロットが搭載されています。この内視鏡カメラにはね、ちょっと爪で押して、はい、出てきます。これ最初から 16GB の SD メモリーカードが付属しています。メモリーカードつけてくれるのね、親切ですよね。普通ついてないですよね。そして、保存したデータはね、この SD メモリーカードまたは USB からね、パソコンなどへコピーすることができます。 SD カードはね、テレビに突っ込めばテレビで見ることも可能ですよ。充電式バッテリー、このバッテリーの充電はね、このマイクロ USB の端子から、付属されているね、この USB ケーブルで、パソコンや一般的な USB 充電器、モバイルバッテリーなどに接続して充電できます。この中にはね、ドローンやラジコンなどに使われているのと同じ薄い板状のリチウムイオンポリマー電池が入っていました。ここにあります。まあ、電池から赤と黒のリード線が出てて、メイン基板にコネクタで差し込むタイプですね。こういったね、乾電池タイプのものではありませんでした。まあ、バッテリーはね、年々進化してるから多分ね、昔はここにね、乾電池タイプを使ってたけど、仕様が変わって薄型のね、蓄電池に変更したんやと思います。もし将来ね、バッテリーが弱って充電できなくなっても、Amazon とかからリチウムイオンポリマー電池を買ってきて自分で交換可能です。ただ精密機器ですし、このね、裏蓋をね、この乱暴にね、開け閉めすると、このね、スピーカーにつながってる、細い線をね、切ってしまったり、バッテリーの線をね、噛んでしまう可能性があるので、腕に覚えがない方、もしもの時に自分で配線修理ができない方は、開けない方がいいです。メーカーさんに交換してもらいましょう。ちなみにね、これを充電してる時はですね、ここに刺すんですけど、はい。このように、電源ランプがね、赤く点滅するんですよね。最初ね、電圧がなんか間違ってるのかなってね、一瞬不安になりましたよ。赤の点滅ってね、一般的には警告メッセージに使われますからね。まあ、これ仕様なんでしょうけど、充電中は赤の点滅じゃなくてね、赤の点灯にした方がいいと個人的には思います。まあ、人それぞれかもしれませんけどね、分さんは赤く点滅されると不安になります。メーカーさん参考にしてください。まあ、他にもね、細かな設定や仕様はありますけど、大きな特徴としてはこんなもんかな。この説明書にはね、このね、日本語版も書かれてあるし、機器の設定でね、こうやって、日本語表示にね、変更できますので、
普通に使う分には心配はいりません。ただ日本語表記についてはね、説明書も本体もね、どちらも、フォントも含めてね、若干気になる部分があるので、まあ、改善してもらいたいところですけど、中学校卒業程度の学力があれば問題なく解釈できると思います。はい、それでは実際に見えないちょめちょめを覗いてみましょう。説明書にはね、工業用内視鏡カメラなので人体に使用しちゃダメってね、書いてますけどね、まだねこれ新品ですから、ちょっとねアルコールで拭いて、最初で最後ということでね、文さんの耳の中を覗いてみましょう。この細さならね余裕で入っていきます。閲覧注意ですよ、皆さんは真似しないでくださいね。それでは入っていきましょう。うわうわ、人の鼓膜初めて見た。うわ、鼓膜ってこんな薄いんやな、すぐ破れそうやな、こんなのな。閲覧注意、閲覧注意、閲覧注意。ああ、これまああんまり汚れてないみたいですけどね、なんか先っぽに耳かきつけてね掃除したいな。ほんまに鼓膜って薄い膜ついてんやな、怖え。はい、それでは文さんが作った防音紙の天井に格納されてある独自に開発した排気サイレンサーの中をちょっとだけね覗いてみましょう。これはね、防音の、換気扇です。ホコリがこれ覗けんのか、あ、ライトつけなきゃ。はい、つけました。防音のウレタンが入ってますよ。なんかレンコンみたいですね。入れてくれ。入れないか。入れた、入っ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 たぜ。あ、蓋がごめんなさい、蓋がありました。これ以上先にはいけないな。すみません、この先は見えませんね。企業秘密ですね。独自開発ですからね。これ側面ですね。換気扇の中。これね、塩ビのパイプですね。太い塩ビパイプが通ってるんですね。まあ、せっかくなんでね、こっちのね、吸気用のサイレンサーの中も見てみましょうかね。開かない。開かないからもう蓋取ろうか。はい。はい、ここにもね、ハスのようなね、棒のウレタンが入ってます。真ん中突っ込みます。はい、壁に当たりました。こっからね、ちょっと上に向いてるんですね。上に行ってね、自由ダブしてるんです。これはね、自動車用のあれですね。なんだっけ。分厚い1センチぐらいの厚さのね、あれなんですよ。やっぱ企業秘密ですからね、中はなかなか見えませんね。この辺全部ね、一体型のね、こういう風にね、こう入ってんですね、この辺全部。まあ、防音室についてはね、またいつか、詳しく紹介します。緩やかなね、ピックアップ用電池の液盛りをチェックしてみようかな。液盛りはしてなさそうですね。電池は切れてると思うけど。この内視鏡カメラの押さえておきたいポイントです。長所、デュアルカメラで前方と側面を見ることができる。カメラも本体も防水仕様、水中の撮影もできる。
ブレーキのケーブルも本体も丈夫にできているので長く使えそう。スイッチオンですぐに使える。工具を使うようにね、引っ張り出してすぐ使えるのはいいですよね。使っていく上ではこれが一番重要だと思います。人がめんどくさいと使わなくなりますからね。写真と動画が SD カードに保存できる。 16GB の SD カードが付属品として付いてくる。バッテリーが交換可能。ただし腕に覚えがある人は。短所、長時間連続使用するとカメラ先端に若干熱を持つ。まあ1時間とか2時間とかね、長時間の連続撮影はやめた方が良さそうです。日本語表記は若干気になる。ということですね。はい、この内視鏡カメラの現在の価格は高っ。こっちの内視鏡カメラは安かったんですけどね、高いな。ただ、この他社製の、Wi-Fi タイプの内視鏡カメラは2500円くらいでしたけど、やっぱり値段相応、耐久性に問題がありました。あまり負荷のかからない使い方なら大丈夫ですけどね。エアコンの排水ホースとか、狭くて中がジャバラでね、引っかかりやすい、缶の中をね、力強く抜き差しするようなね、そんな過酷な使い方には耐えられませんでした。今はね、こう接触不良がひどくてね、使い物になりません。はっきり言うとね、これはおもちゃでした。ということでこれはハードオフのジャンクコーナー行きが決定しています。やっぱりカメラの映像をね、Wi-Fi で飛ばして、スマホやタブレットで見るやつは、使うたびにアプリを起動しないといけないし、Wi-Fi の通信がね、うまくいかないこともあるからね、めんどくさくてね、頻繁に使おうっていう気にはならなかったです。この内視鏡カメラはね、一見高いんですけど、切り替え可能なデュアルカメラが搭載されていて、5インチの大型液晶モニターがついて、電源スイッチをオンですぐに使える。ケーブルも本体も頑丈で防水仕様ですからね。本体の周りこれ G-SHOCK みたいなね、硬質ゴムで覆われてますよ。こういった専用ケースもついてるし、まあ、プロ用ですわ。まあ、そう考えるとね、これは高くないのかもしれません。まあ、これが高いと思う人はね、一つ、グレードを落とした前方のみのシングルカメラで 3.5 インチ液晶モニター搭載のタイプもありますよ。動画説明欄にね、両方の詳細ページをリンクしておきますので、興味がある方は比較してみてくださいね。ということでチャンネル登録者1000人達成後、初めての動画いかがでしたか？それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。ほな、さいなら。